政治家。中華人民共和国、中国共産党と友好関係を築いた。富山県福光町出身の実業家、政治家。5回にわたり中国を訪問。1970年には、周恩来首相から日中貿易継続を許される企業の条件を示された。そこで台湾に多くの投資を行い。 援助している企業との取引は拒否すると言い渡される。そうして、日中国交正常化の地固めをし、社民党寄りの評論家、佐高真から高く評価されている。茂原基重郎内閣では、農商として第一次、第二次のうち改革に携わる。中曽根康博が最も尊敬して支持した政治家だった。成果は、役首相を営む地主の素法家で、 その長男である。実母は、事情があって2歳の時に、松村家を離れ、ママ母によって育てられる。腹違いの弟と妹がいた。立本小学校尋常科高等科を優秀な成績で卒業して、富山の県立一中に入学した。翌年、高岡に県立二中ができたため、2年生として編入。松村は、高岡中学の第一期卒業生である。 在学中に校長排斥運動をして2週間の定学処分を受けている。卒業時の成績は12人中7番。1902年、東京専門学校高等余科に進学した。高岡中学の校長が仕切りに、官学へ行けということに対する反抗心もあって、同級生2人と誘い合って、私学の早稲田進学を決意した。父親は、 薬学の専門学校に行って、薬剤師の資格を取り、家業を継ぐことを望んだが、松村は粘り強く説得して、東京留学を認めさせた。早稲田大学政治経済学科の第2回卒業生で、ある。卒業論文に日本農業協講論を執筆。学生時代から中国と農業に強い関心を抱いていた。松村健造が生涯をかけて取り組んだテーマが、 日中関係と農政であった。1906年卒業後、放置新聞社入社。三浦正人社長は、放置新聞の基礎を固めるため、生え抜き記者の育成を目指し、推薦を、早稲田の重人、高田さないに依頼した。高田は松村を呼んで、放置から、子外の記者を要請したいので、適材をよこしてくれと言ってきた。君、どうだ。行ってみる気はないかと話した。 ぜひお願いしますと即答し、高田の紹介状を持って、身の裏を訪ねると、明日から来いと入社が即決した。記者時代は、大熊重信の関西旅行の同行取材を担当。大熊の同性を放置新聞史上に報道した。これをきっかけに、松村は頻繁に大熊邸に出入りするようになった。1912年父の死で家業の薬屋を継ぐ。 所有する参議院の職人事業にも従事した。1917年副光町会議員、1919年に県会議員を歴任、1928年に第16回衆議院議員総選挙で当選した。戦前は立憲民政党に所属して衆議院選挙で連続6回当選、戦後一旦公職追放になるものの、追放解除後に改新党から、 自由民主党に所属して、衆議院選挙で連続7回当選、合計13回の当選を果たした。1928年初当選直後、民政党災難事件調査団の一員に加わって、中国を訪れた。ここで、超作林爆殺事件に遭遇し、帰国した。一行は、事件の詳細を浜口友好総裁に報告した。浜口は、 この問題は実に重大だ。党派の関係を超える重大事であるから、この材料の取り扱いは自分に一任してほしいと述べた。ことは日本の国際信用に関わることなので扱いは慎重を起さなければならないという浜口の態度に、松村は大政党の総裁として実に立派なものだと思ったという。この問題で民政党は中野政合が質問に立ち、 満州防重大事件として、真相をオブラートに包みながら、田中義和内閣の政治責任を厳しく追求した。これが致命傷になって、田中内閣は退陣に追い込まれ、1929年7月、待望の浜口民政党内閣が発足した。町田忠春が農省として入閣し、町田農省秘書官となった。これは、足立健造内情が推薦した。 野党時代、足達が鳥取県を遊説した際に松村が同行し、当時の鳥取県知事が松村と同居だったため、足達以降は知事から異例の艦隊を受けたことがあった。足達はこの時の借りを返したのである。町田を松村は政治主と仰ぐようになり、指定関係を結んだ。犬会内閣の1932年1月。 衆議院を解散し民政党は苦境に陥った。松村はこの選挙で再会で当選に滑り込んだ。1932年、斉藤実内閣が組織されて、声優会から高橋小歴を、三辻中蔵、鳩山一郎、民政党から山本達夫と長井隆太郎が入閣した。この内閣で松村は農林参与官に就任した。 後藤文雄農おと民政党との連絡役を務め、議会対策に関わった。松村は、農政通議員として、当格を表した。岡田内閣の1936年2.26、事件が発生し、民政党総務となる。1938年民政党政調会長となり、1939年1月には、平沼内閣の農林政務次官に就任。 1940年民政党が回答。1942年翌3選挙に推薦候補で当選し、1944年5月、翌3政治会の総務、政調会長。1945年4月、大日本政治会の幹事長。鈴木貫太郎内閣と接触する機会が多く、終戦に向かう動きはほぼ正確に把握していた。後に、 政党解消を阻止することができず、翌三回に名を連ねたことを戦後、反省し、やむを得ない環境にあったにせよ、一人になっても軍部に抵抗して、初心を貫けなかったことは、自分の生涯に汚点を残したと振り返った。東国の宮内閣で、厚生大臣県文部大臣、市出原内閣で、農林大臣として入閣する。事務次官には、民間から河井義成を起用した。 河合は松村と福光町出身の幼、友達で高岡中学の一年後輩である。農商務省に入り、米国課長の時、米騒動の責任を取って辞任し、その後は実業界で活躍していた。農政局長には和田広を抜擢した。当面する緊急課題は、食料危機乗り切りと農地改革であった。審議が難航を極め、 占領軍が突如として、覚書を公表し、日本の土地工作民をして、労働の成果を享受する上に一層均等な機会を得させるべき処置を講ずることを、日本政府に指令するとして、1946年3月15日までに、農地改革計画を総司令部に提出するよう、命じた。この覚書で議会の空気は一変して、政府の農地改革案は十二月十五日に、 衆議院を通過し、19日に、貴族院で可決、成立した。これが第一次農地改革である。第一次農地改革は結局は実施されなかった。1946年公職追放。追放中は、椎茸栽培に乗り出し、大量の椎茸が取れて、市場にも出荷するほどだった。趣味として全国から、中国乱の様々な品種を取り寄せ、鉢植えを栽培した。 やがて開花したランを、毎年、工房に献上するようになった。追放中の生活費は、福密町に所有する山林を切り売りしてまかなった。1951年8月、公職追放解除となった。この直後、大麻忠浦旧休民政党出身者と、新生クラブを結成し、吉田自由党に対抗する、新たな政治勢力の結集を目指し、国民民主党との合同交渉に入った。 足が三木武雄らと接触を重ねた結果、1952年2月改新党の結成。総裁は空席中央常任委員会議長に松村となった。1954年に本民主党が結成され、政調会長に就任。第二次、鳩山一郎内閣で文部大臣。改新党、日本民主党時代は、もみ山広志、小山国太郎。 鶴見祐介、中村三之丞、川崎末五郎、松浦周太郎ら旧民政党左派の政治家を結集し松村派を結成。保守合同後は三木武雄が率いる旧国民共同統計の三木派と合同し、三木松村派を結成した。第三次、鳩山内閣では三木武雄氏が松村を衆議院議長に擁立しようと試みたが、 増田に秀ヒ議長の留任を譲らなかったため、松村議長構想は実現しなかった。田川誠一は、松村の秘書を務めた後政界に入り、田川以外の松村の弟子には、古井君、川崎秀次、鯨岡ジ介らがいる。1959年1月に自由民主党、総裁選挙に立候補、反主流派の統一候補として、選挙3日前に出馬を決めた。 結果、岸320票に対し松村166票と、数字上は大敗しているが、得票は予想を上回るものであった。岸内閣の時代に、日中関係は悪化し、石橋法中と連動する形で、松村は1959年10月、中国訪問を果たし、周恩来首相と会談。池田内閣が発足すると、松村は、 池田隼人首相と緊密な連絡を取り、日中関係改善のタイミングを見計らった。1962年9月、第2次訪中に出発、日中間の本格的な貿易再開の道となった。1964年、池田総理大臣時の後継総裁選出について、日中友好を及び、当人の立場から河野一郎を押した。 しかし、派閥共同代表の三木幹事長が、川島昌次郎副総裁と共に、池田氏名に従い佐藤栄作を押したことに反発。古い期日、竹山雄太郎、笹山茂太郎、川崎秀治、佐伯宗吉と共に三木派を脱退し、松村派として独自の活動を取るようになった。日中関係正常化に、なお執念を燃やしていたが、側近が直接松村に、 政界引退を言い出しづらいので、1969年に長男松村正直が政界引退を進めると、これを受け入れた。1970年3月第5次訪中に出発した藤山愛一郎元外相を州オン,ンに引き合わせるのが目的だった。1971年8月21日、88歳で死去。ありがとうございます。